はい、皆さんこんにちは、あちでございます。はちあちのマイトアンドマジックやっていきましょう。ここはですね、レイバントリーですね。ホワイトウルフ城のクエストだったと思うんですけど、来ました。アンロックして入りましょう。で、ここにクリスタルがあります。部屋の真ん中の台の上で、巨大な六角形のルビーが輝いている。それルビーのなんたらかんたらって言われたのこれ？あ、関係ないか。ルビーが輝いている、ブラックリッジノースでね、ルビーのうんたらかんたらって言われたんですけど、そのリズミカルな輝きで、催眠状態になった各メンバーの耳元に次の謎が聞こえてきた。我はルビーに似てルビーにあらず、我は虹の色、色彩を投げかける。我は何者であろうと。これはね、もう日本語で打てなくて、ここでクリスタルと。クリスタル、合ってる？クリスタル。我はルビーに似てルビーにあらず、我は虹の色彩を投げかける。我は、これ英語だったら唱えるかもわからんけどね。英語だったらね、クエスチョンがね、グラスザットギルターズ、ルビーズザットグロウ、ウェンアイトゥインクル、アイキャスト、レインボー。質問になってんのかなこれ。ハテナついてないんだけど。まあいいや。はい。おはい、罠外しましょう。4番。おう、クリスタルキー。ノームはクリスタルキーを手に入れました。私、ノームさんが持ってるとクリスタルキー売っちゃいそうなので。さっそうと。もう1番、1番まだ持てるね、荷物ね。はい、クリスタルキー。これでいっぱいになっちゃったね。で、あと、金の板があるんですが、これは、そういうことか。めんどくさいな、これ。こう言ってね、ここを抜けて、いきなり敵出てくるんですよね。さあ、攻撃しましょう。これはあれだね。あれ使ってみようか。あら？外じゃないから強酸難民使えないのか。よくできてんね、そういうとこを。そんなとこね、あんまりよくできてなくてもいいんだけど。ねえ。さあ、これ、まあね、相手もね、白兵戦、ね、クロスレンジの方なので、後ろにいっぱい並んでても全然へっちゃらっていうのがね、いいですね、これね。あとはこれ普通にドーンドーン。ね、2回ヒットで32当たったよ。これもめちゃくちゃいいですよね。で、これね、弱めるが敵のアーマークラス下げる効果もあるらしいので、なかなかね、そういうのがね、やっぱりこのマイタンドマジックっていうゲームはね、ほんとマスクされちゃってんですよね。ゲームやってるだけではさっぱりわかんないんですよね。どんな効果があるのかっていうのが。ねえ。だからどちらかというと、日本のゲームとやっぱそういうとこがいろんな意味で違いますよね。やっぱり日本のゲームだったら、でもこれあれなのかな、日本のゲームだったら売りたい、ゲームも売りたい、本も売りたいっていうので、ね、お互い協力して、ある程度情報を出して、でっていうので、お互いを、ウィンウィンなような感じに持っていくような感じだったと思うんですけど、さすがに、洋芸だったら担当者は日本にいないとかかな。そんな気がせんでもないんですが、本当にすごく、あれですよね。めんどくさ。これずっとこれが続くんですよ、しばらく。で、これ帰りは、どうしたらいいのかな？帰り一方通行で帰れんだね。銀のドアに何？銀のドアに弾かれたと。で、これで出れるのか。で、これで出たらね、すぐ帰れるんです。ということで、私まだ銀のあれ持ってないんだよね。敵さん出てきましたね。はい、ワーウルフ、ゾンビ、マジシャン。ということなので。はい、はい、ワーウルフ、ゾンビでいきましょうか。マジシャンもいたけどね。ちょっとどうだろう。マジシャン、矢で行こっか。入ってきちゃったね。
で、この時に、やっつけれないだろうね。あ、当てたわ、7しか倒れなかったけど。よいしょ。何気なく結構ダメージ食らってるよね、魔法使いに。あ、マジシャンか。で、ここは5番で行って、うん、そんな感じだね。いや、でもね、ほんと、この大奥さんが一気に強くなったのがね、すっごい嬉しい。ほんと、一体困ってたもんね、大奥さん、いう感じ。もう奥さんみたいな感じになってましたけど、これはそのまま普通にいて倒せるね。盗賊病気になっちゃった。これも能力下がるんだろうね。宝箱開けるのに影響するのかな？するかもしんないね。でもね、もうキャンプで直す前に、開けますよ。もうロードが嫌い、私はね。はい、あ、開いたね。あんまいいの来ないね。はい。病気の治療。はい。で、よっこいしょ。で、お次は何？こう言って、おい、あ、一瞬私宝箱開けてなかったかなと思ったけど開けたね。で、これさっきの部屋です。なので出て行きましょうか。出て行って、うん、この地下降りない方がいいですね。地下降りるときはもっとレベル上げてからにした方がいいです。で、エリは B2 で、ちょっとお待ちくださいね、と。で、エリは B2 に行って、で、戻らないといけないんだね。どこに、と。ホワイトルーフ城。ホワイトルーフ城は B3 に行くんだね。B3 に行って、ホワイトルフ城は B の3に行って、はい、B の3、イエスと。はい、お、いきなりポートスミスに来ちゃったね。入るか。あ、セーブしちゃいましょう。たまにはね、ポートスミス入っちゃいましょうか。あー。倒せるかな。ここサキュバスがいるんだよね。サキュバス行ってみる？あ、そうだ、ここ力プラス4の泉があるんだ。あ、でも通れないのか。ブロンズの鍵がいるんだね。で、ブロンズの鍵はどっかで手に入るのかな。私ブロンズの鍵持ってないもんね。金の鍵しか持ってないもんね、逆にね。そうかそうか。となると、あんまりうろちょろしたらダメなんだね。ああ、勝てる気しないね。まだ勝てる気しないね。じゃあちょっとここで、ここだったらダメージ食らわないんで、まあセーブだけね。うん、はい。最近ね、 YouTube でね、野球のね、今プロ野球選手すごいですね。元、私が見てた頃なので、今から30年ぐらい前の人かな。もうめちゃくちゃ YouTube チャンネル出しまくってますね、いろんな人が。で、見てるとね、やっぱりね、今の選手は私わかんないんですけど、その時のね、選手の方たちは知ってて、結構その時からは野球見てたんで、結構ね、ちょっと見ちゃうんですよね。はい、とまず一つ来ました。じゃあどうしましょう。思わずね、だからね、また野球とかやりたくなってきちゃったね。危ないなと思ってね。次は別のね、
球団でやろうかなという気にね、させてくれちゃうんですよね。危ない危ない。だから今私ね、太陽と、野球道は太陽と広島でやったのかな。だからあとはまあパーリーグとか、やりたくなーっていう。ただね、実況するんだったらね、野球道よりも、ミスタープロ野球かな。ちょっと古いんですけどね。そっちの方が、でもね、選手の能力から見ると、野球道の方がいいなと思うんですけどね。だから野球道早送りしないといけないでしょ。で、逆にミスタープロ野球は早送りがないんですけど、ちょうど15分ぐらいで終わるっていうのがいいんで、野球道ね、早送りはね、しなくて、あれ、早送りしなかったら1時間ぐらいかかるんでね。早送りせず、クロックだけ上げて対応しようかなと、まあ思ってみたりしてんですけどもね。さあ、じゃあ、クエスト見ていきましょう。クエストのお知らせね。はい。はい、ローダイアンフィスト、ようございた、使命を達成したぞと。王様が達成したぞっていうんかなという気がするんですけど。はい、ロードアイアンフィストが、何の星が必要だと。ロードキルバーンを見つけるのじゃと。ロードキルバーン。ロードキルバーン、私見つけてんじゃない。おう、多分見つけてるよね。一応確認しましょう。で、じゃあ、お目通り叶わないとか言われたらびっくりするんだけど。はい。あら、よく絶対ね。よく絶対。あいつでしょ。はい、次。はい、やると答えましょう。ポートスミスの秘密。ポートスミスの秘密を暴くのじゃ。あ、これあれだ。これ、スーパーファミコンだったらもう一個あるんだ。砂漠イーニで見たものを王たちに伝えようというね。あ、エイリアンの犯罪者がバーンの貴族に化けていることを知るイベント。おお、バーンの、知ってる。あれ？もうまあいいや。ポートスミス市庁舎の執務室の奥に散らばっている人骨を見た上で、サッカーバスね。そっか。これ大変だな。でも、先ほど言ってました。サキバスね。サッカーバスって言うんだね。私はサキバスって聞いたんですけどね。サキバスクイーンでしたっけ。ねえ、これ勝てるかな。じゃあ今回はサッカバス、サキバスをやっていきましょうか。いけるかな。これちょっとドキドキしちゃったもんね。さっき王様に会ってたよかったね、結局ね。おや、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね。あ、ポートスミスの町だね、ごめんなさい。で、ポートスミスの町に行くには、さっきの逆戻りしたいんだよね。これ一本道だから。で、これ、北ホワイトウルフでこっちだね。で、南ポートスミス出るんで。これ、着くまで、サキバスに着くまで、どれだけ体力奪われるだろう。はい。一応まあセーブしてから行きましょうか。で、サキバスに入る前に休憩しましょうか。ここの敵は大したことないんだよね。確か。まあセーブしていきましょう。でも結構お時間良くなってきちゃいましたね。サキバスまでは多分行けませんね。ちょっと早いですけど、この辺で終わっておきましょうか、じゃあ。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。